海ですね。海ですよ。はい。ストーリー D どうですか。ストーリー D、 あなたのストーリーはどんなドリームを叶えますかね。はい。ということでストーリー D、 長いねストーリー D も。はい。まあ今回ですねテーマとしては、なんだろうな、まあ特にいつも決めてないですけどねテーマ、答えのない旅にしましょうか。答えのない旅。まあね、撮影はしようかなと思ってたんですけど、まあ適当にその海辺を走ってたわけですよ。で、あ、ここいいなと思って止めて撮ってるんですけど、どうですかね、答えってあると思います？多くの人がこれが稼げるとかね、あれが稼げるとか、誰が詐欺師なのか、誰が本物なのかみたいなね、まあ答えを探そうとしてますけど、答えってないんすよ。答えなんかないんすよ本当に。だから僕はね思うんですけど、人生っつうのは答え探しの旅かなと。で、答えはね見つからないんすよずっと。だから考え続けるし、だからこそ悩み続けるし、だから悩める幸せですね。悩む幸せ。ほとんどの人が悩むことが悩みたくないとかね。まあなんかチャレンジしたくないっていうのも、失敗したくないとか、まあいろいろあると思うんですけど、そうじゃなくて、そもそも答えなんてないんだから、答えがない旅をね、どう楽しんでいくかっていう。答えがない旅をどう楽しむかっていう。なんかね、嫌なこととか辛いこととかも、なんかねこういう海とか見てるだけでもなんか洗い流されますよね。多分多くの人がですね、まあこういう景色を自由に見れないじゃないですか。例えばこういうところに来ようとしたら、こういうところに来ようとしたら、まあ場所もよく分かってないんですけど、場所もよく分かってないっていう。大体まあ行き先決めるじゃないですか。僕行き先あんま決めないんで適当なんですよ。でも適当だからこそ新しい発見とか、新しい景色だったりとか、そういうの手に入れられるし。どうですかね、答えが決まってる人生って楽しいと思います？逆にみんな答えを探し出すじゃないですか。じゃあ答えが決まってる人生って楽しいですか？どうですかね、答えが決まってる人生って楽しいですか？答えが決まってる人生、なんかもう人生が全部決まってる、なんかここの会社に就職して、なんか定年まで働いて、老後はこうしてとか、もう全部決まってるんですよ。それ楽しいですか？僕はねあんま楽しくないと思いますけどね。なんか答えがないからこそ楽しいのかなっていう人生は。でもほとんどの人は答えを探そうとしてて、なんでかなっていう。いや本当ね、この海のね波のさざ波を見てるだけでもなんか癒されますね。まあ地球だなみたいな。どうすか、地球に生まれて地球に答えはあるでしょうか？宇宙に答えはあるでしょうか？僕たちが生まれてきた答えはあるでしょうか？そんなの誰もわかんないですよね。ただ科学者がこうなんじゃないかとか、物理科学者がこうなんじゃないかとか、あ、そうなのかなみたいな。なんかね自分で出した答えが、まあ、答えなんじゃないかなと思いますよ。いろんな経験して、いろんなとこ行って、いろんなとこ見て、いろんな人の話聞いて、その中で自分でひねり出したもの、見つけたもの、発見したものっていうのが答えであり、でもその答えっていうのが
答えじゃないかもしれないし間違ってるかもしれないし、でもその間違ってることが間違ってるかもしれないし、間違ってることが間違ってるね、よくわかんないですけど、ただそういうその旅に出かけるためには何が必要かっていうと、まあ今回そのご案内してるね、あやさんの、稼ぎ方ですよ。お金がないとやっぱり綺麗事じゃないですよ。お金がないとやっぱ生活できないですから、どうお金を稼いでいくのか、でそのお金をどう稼いでいくのか、そしてそのお金をどう使っていくのか、そしてどういう時間を使っていくのか、お金がないからはた、お金の稼ぎ方が会社でね働くという稼ぎ方しか知らないんだったら、それは時間の使い方がもう決まっちゃってますよね。なんか自由にね行き先決めずにね、なんか車でこういろいろ行ってみるとか、まあ人生において何十年生きるのか分かんないですけど、多分あんまなくないですか。普通に高校卒業して就職する、大学卒業して就職する、じゃあずっとそこの会社で30年40年50年やる、別にそれが悪いって言ってるわけじゃないんですけど、もう決まっちゃってません？そしたら使える時間が、じゃあ使える時間って、じゃあ老後からなんかどうするみたいな、老後の人生をみたいな、いやいやいや人生は老後からじゃないでしょ、人生って老後からですか、老後からスタートですか、違いますよね、生まれた瞬間からスタートしてるんですよ人生っていうのは。で僕たちが大人になっていく過程の中で、大人になればなるほど自由を手に入れられるわけですよ。で僕はね、その中学校とか思春期の時ですね、思春期の時に親元をもう本当に異常に離れたかったですよ。親元を、親に縛られてるっていうか、親の管理下にいたじゃないですか。だから尾崎豊さんの15の夜とか卒業っていうのが僕すごく好きなんですけど、あの歌詞に込められてるものが、まあ、一体何から卒業するのかとか、なんかそのバイクでね、なんかなんか探すみたいな、なんかまあなんかそういうストーリー性もあるじゃないですか。だから僕はまあ思春期の頃、親元から出たかったですし、自由になりたかったですね。だけど、まあ実際にその親元を離れて、まあ一人になってこうお金稼いでいくっていうことを、自立ですよね、なっていく過程の中で、まあお金稼ぐって本当大変なことだなっていう。まあ一番最初僕バイト高校生の時に始めたんですけど、ああお金ってこういうふうに稼ぐんだっていう、大変だなみたいな、で大体そのバイトするにしても何するにしても、まあ、そこの会社に行ってね働く時間を切り売りするっていうのがまあ当たり前じゃないですか、じゃあそんな別にそれが悪いって言ってるわけじゃないですけど、それだと本来見える景色も見ずに死んでいくよっていう話で、なんかどうせ死ぬんだから、なんかいろんなとこ行ってみたいし、いろんなとこ見てみたいし、いろんな経験するべきだし、なんかもっと自由でいいんじゃないかなっていう、なんかもっとわがままでもいいんじゃないかなっていう。だってわがままできるのってあと何年あるんですか？なんかね、教育上わがままは良くないってね、わがままだと怒られたりとかするじゃないですか。大人になってからこそわがままするべきなんじゃないかなっていう。だって限られてますから、どんどん子供の時より大人の方がどんどん死に向かってるわけじゃないですか。そう、なんかいろんな景色見て死んだ方がいいんじゃないかなっていう。いや本当にいいと思いますよ。なんかこういうなんかただ波を見ると綺麗ですしね、この海、なんかこういう時間って普通に働いてたら多分ないと思うんですよね、
多分ないっすよ。まあ毎日忙しい日々に追われて、こんななんか自分を見つめ直したりとか、どう生きようとかね、まあそういうのって多分あんま見出せないのかなと思いますよ、うん、だからこそ長い人生の中で、あやさんも言ってましたけど、たった1年でもいいですし、たった2年3年でもいいから、なんかその自分の稼ぐ時間を自由に使える稼ぎ方ですよね。それをしっかりと身につける。で、あやさんがこんなこと言ってたんですけど、他人にできないことは自分にできないわけがないっていう、まあこう勝手なあれなんですけど、他人にできないことは自分にできないってことはないって思ってますみたいな。でね、これはこの動画見られてる方に伝えたいんですけど、あなたにね伝えたいんですけど、僕ができてできないわけないでしょ。あやさんもこういうこと言ってましたよね、うん、他人ができて自分にできないわけがない。僕ができるんですよ。頭悪くてクズでね、クズみたいな人間で、バカみたいに動画アップロードするしか脳がないヘタレ野郎ですよ。ヘタレ野郎が自由に生活して、なんかこんなとこで仕事なんかやってて、ムカつかないですか？どうですか？まあ別にいいですけど、僕でもできるんだからできるでしょうっていう、いつも思いますし、だから僕は偉そうに、なんだ、塾とか運営したりとかコンサルとかやったりとかしたりとかしますけど、なんか僕より頭いいのになんでできないのみたいないや僕より勉強できるでしょ、僕より頭いいし、僕より能力あるのにできないわけないよねっていう。ただ単純にそれってなんか挑戦してないだけなのかなっていう。その答えがない旅に出ることを恐れてるのかなっていう。成功するか失敗するかは分かんない。だけどそれでも旅に出られるかどうかですよ。でそもそもその旅に出かけない限り、本当の答えっていうのは自分の中で見えてこないですよ。会社の中で、会社の組織の中で、会社のルールの中で自分の答えって見出せます？僕は見出せないと思いますよ。よっぽどの人じゃない限り、よっぽどの人じゃない限り、会社の組織に殺されるし、社会のルールに殺されるし、なんか自分のルール、自分の世界っていうのを作ってって、うん、自分のレールっていうのを作れる人間になった方が、より多くのね、濃い時間を過ごせるんじゃないかなと思います。だってこの、いや本当にね思うんですけど、働いてたらねこんなことしてないですよ。働いてたらこんなこと、なんか犬が来ましたね。犬が来ました。まあちょっとあっちのカメラで映ってると思うんで、犬が寄ってきましたね。そう、普通に働いてたら無理ですね。本当に無理です。だから本気でね、なんか一回チャレンジし、一回とも言わず本気でやってほしいっすよね。変えたいんだったら。でもみんなやんないから勝てるんですよ。変わりたいと思ってるけど変わろうとしない、だから勝てるんです。本当に変わりたいと思った人だけが勝てるんですよ。だってみんな変わりたいと思って変わろうとしない、変わりたいと思ってやっても途中で投げ出す。だから本気で変わりたいと思ってる人だけが勝つんですよ。僕はそう信じてます。てかそう信じてるというか、それが事実なんで、僕はもういつもこれはねありがたいなと思うんですけど、お客さんサポートしてっていつも思うのが、やっぱみんなだんだん挫折してくるんですよね。離脱してくるんですよ。だからそれを間近で僕はサポートして見てるんで、あ、やっぱりこうなんだなっていう。あ、つまり
毎回毎回ね認識させてくれるんですけど、お客さんが脱落するたびにいつも僕はね北総演でるんですけど、あ勝てるなみたいな、あやっぱり勝てるなみたいな。ありがたいですね。みんな続けられないしね、みんなやらないし買えないし何もやんないし動き出さないし、だから今動ける人だけが勝てますよ本当に。今こう何かを感じて何かアクションできる人、そして続けられる人、うん、てか続けるのは当たり前ですよ。だって本気だったら続けるでしょ。本気続けないってことは本気じゃないんですよね。僕はもう15年続けてきましたけど、それは僕が自分で頭悪い、うん、就職もできなかったあまり、だからこそ自分でなんか手に職つけないといけない、自分で飯食っていける、うん、ものがないとダメだって常に危機意識持ってたし、なそれが僕を変えてくれた。もし僕が危機意識持ってなかったら、自分がねバカでクズで社会のゴミって思ってなかったら今の自分ないですよ。だからやってきたし、これからもやるし、僕がどれだけやってもクズだろうし、だからこそ続けるみたいな、常にクズみたいな。他人から罵声浴びられる、他人からそのなんだ罵声、なんかキモいとかね、気持ち悪いとか、なんだこいつとかずっと思われると思いますよ。それでもやりますよ。それでもだって自分の人生を自分で歩みたいもん。もう僕はまあ十何年会社に泊まり込みして空白の10年だったんで、それを取り戻したいですからね。僕は20代できなく、できみんながやってたことを多分してないんで、ずっと会社に泊まってましたから、だから今が僕の青春、本当の青春なのかなっていう。だこれからもいろんなとこ行っていろいろ見て、まあ今度は世界ですよ。世界行きますから、世界行って動画撮りますよ。でほとんどの人が行けないとこ行って、でこんな生き方もあるよっていうのを伝え続けたいですね。人生っていうのは自分で作れるよっていう。はい、ということで終わろうと思います。では僕の場合は、先ほど前回お話しした通りリアルの知人がいましたので、間違いないということは分かっていましたし、他の人にできることは自分にも基本できるだろうと思うたちなので、疑いの目ですとか不安っていうことは僕個人的にはなかったです。